はい、始まりました。はい、はい、じゃあ始めていきますか。田中トムです。田中トムです、はい、よろしくお願いします。今日はザマリンを紹介していきます。で、まあ、ザマリンとはですが何でしょうか。何でしょうか最近マイクロソフトが無料で提供し始めましてね。こちらそうですね。でマルチプラットフォーム開発の環境ということで、まあ、iOS とか Android とかの、うん、まあ、アプリの開発っていうのを今までは、まあ、それぞれの、iOS だったら何、うん、そう、 Swift とか X コード使った環境じゃないとできないし、うん、Android は Android Studio とかを使わないといけなかったけど、このザマリンをね、うん、使うことで、まあ、一緒くたにできるようになったと。そのアプリが同時に、あと Windows Phone も Microsoft だから一応、ね、ちゃんとね作れるなってるらしいです。で、はい、最近これがまあ無料になって、 Microsoft がそのザマリンを買収して無料で使えるようになったんで、うちらもちょっとそれを使ってみようかなと、はい、思って今回紹介します。で、インストールはそのまま公式ページのザマリン出ました、ね、ありますね。はい、まあ、いろいろできますよと。コインダウンロード、ザマリンとかあるんで。はい、まあ、ザマリンであといいのは、なんかテストで、なんかすべてのいろんな端末でテストができるみたいのもあって、これはまあ有料のもあるのかな。で、まあ、そういう機能でも、なんか、その、このザマリンを使うっていうメリットがあるみたいです。はい、で、チュートリアルも、結構ちゃんと整っているので。ありますね。Android 側も iOS 側も、あとは独自のフォームスと、それ用のもあって、結構ちゃんとどれもしっかりしてるんで、まあ、しっかり、個別のやりたい人は iOS からとか、それ両方一気に作りたい人はフォームスからやっていくといいと思います。はい。で、参考説明で、まあ、ちょうど、いろいろ調べてたら、この10分で分かった気になれるザマリン概要っていうページが、まあ、分かりやすくて、あと質問とかでいろいろ、なんだろう、こんなのどうなのとか、あと図が分かりやすいんで、これ参考にすると最初の取っかかりとしていいと思いますね。そうですね。はい、じゃあ、続いて、はい、ザマリンを使う利点です。はい。ですね、ザマリンを使うと、まあ、データベースの部分とロジックの部分をこちらマルチプラットフォームもので、共通化して開発することができます。で、先ほどの図を見ていただいたら分かりやすいですかね。はい、このザマリンの、シェアド C シャープバックエンドって書いてある部分。こちらを、まあ、モノで、Android と iOS と、まあ、Windows Phone も、これを一緒くたにして、まあ、作ってしまって、で、それから、シェアド UI コード。あ、これは Forms の説明なので、ちょっと、これですね。こちらで、まあ、ザマリン iOS を使うと、まあ、その、モノで作った部分以外の、ビューコントローラー、まあ、実際に動かす画面の部分っていう UI の部分を、まあ、iOS で別に作っていただいて、うん、まあ、Android はまたザマリン Android で UI 作っていただいてっていう感じで、まあ、シェアして作ることができます。うん、で、先ほど、説明にあった Forms の方なんですけれども、こちらは、まあ、もっと共通化しようというような感じのもので、まあ、UI の部分のコードも、これを使えば、まあ、大部分が、まあ、シェアできるという話で、ただ、まあ、iOS、Android、ネイティブで開発しなきゃいけない部分、細かい部分の設定っていうのはあんまりできないので、まあ、シェアできる部分がどれだけあるかっていうのは、まあ、まだそこまで高くないんじゃないかなっていう感じですね。はい、でそんなとこかな、ザマリンを使う。けど、まあ、ロジックの部分が同じ言語で書けるっていうのは、やっぱいいところで、ね。そうですね。なんか、わざわざ Swift 覚えて、Java 覚えてっていうよりも、
全部 C シャープでかけてしまった方が、うん、まあその学習コストとか、うん、そういった面で非常にやりやすいかなと、うん、そうですね。あとまあ iOS での開発となると、まあ Swift でやったら、まあそのままザマリに移行してくるときっていうのは割と簡単にできるんですよね。そう、結構その UI とかの部分がその使ってるザマリンスタジオっていうのが、まあ公式で Mac だと出てて、それを使うとほとんど X コードから、あんまり普段 X コード触ってますが同じような UI で使えるんで、まあなんかそこまで操作感困るってこともないし、そのまま COCOA のところも API を触れる感じでどんどんかけていけるんで、あんまりなんだろう、違和感がなく移行できるって感じですね。はい、はい、非常に便利ですね。はい、良さそうです。そんなところですかね、簡単な説明としては。だ、はい、からまあこれをザマリンを使える人のなんだろうケースとしては、 Android も触れるし、その iOS も開発できると、そういう人がまあ一緒にその共通化したい部分を書きたいというか、そういう時に結構この使うと一つの言語で書けて、そのロジックの部分とかも共通化できるんで、それで Android は Android の書き方で、iOS は iOS の書き方でみたいなのもできるんで、そこら辺が結構開発効率良くなるんじゃないかなと思います。はい、はい、ではもう実際にどんなものができるかっていうのを、まあ、いじってみましょうか。今回は iOS アプリを作っていて、一応そのチュートリアルで Hello iOS というものがあるんですが、これはちょっとなんかいろいろね、なんか謎の仕様とか、そうですね、文字列を勝手に電話番号に変えるとか謎のコードだったんで、まあそれはやめて、ただの Hello World をなんか表示するものを作ってみました。まあ簡単ですね。まあ先に動きだけ確認しておきますか。で、そうすると、まあシミュレーションもそのまま、Mac バージョンだと使えるんで便利ですね。で、毎回なんかネットワークは求められるんですが、はい。で、これがもう、まあ、iPhone のエミュレーターで、そうそう、まあすぐにビルドしたら出てくるっていうものになってますね。で、まあ少数ハローワールド、はい。で、まあコードの方を見ていくと、iOS 開発してる人は分かると思うんですが、まあ、メインストーリーボードっていうストーリーボードがあって、あとビューコントローラーと、まあ、それがあるんで、ビューコントローラーの中で、まあ、結構本当に一緒なんですよね、書き方が。最初にビューディズロードが呼ばれて、で今回はその、ストーリーボード的に言うと、ちょっと広く、まあ、2つ出てるんですが、最初に、ビューディズロードが呼ばれたらラベルを隠しておくと。で、もし、ボタンですね、ショーボタン。ここが、このプロパティで、ここのネームのところ、ショーボタンみたいなことを書いておくと、こっち側で、そのショーボタン、タッチアップ、インサイドみたいに書いておくと、もうその、ショーボタンが押された時の挙動がここに書けると。で、まあ、書き方も結構似てて、そのラベルをヒドゥをフォルスにするとか、トゥルーにするみたいなのもすぐ、しかもちゃんと保管が効くっていうのが結構やりやすいですね。これ一回イベントを消して、そうだ、ね、それ書いてみたんですか。で、まあ消して、あとやりやすいなって思ったのが、メインストーリーボードからショーをダブルクリックすると、どこにそのイベントを入れるのっていう画面になって、ビューコントローラーで。で、そこをもうエンター押しちゃうと、さっきのそのショーボタン関連したもうイベントが作られると。で、最初はエラーを吐き出すんで、これ落ちるんですけど、それを消しちゃって、それでもう、普通はセルフですけど、今回はディスですね。まあ C シャープの書き方なんで。で、ハローラベルを、のヒドゥン。ちゃんと保管も C シャープっぽい書き方にちゃんと直してくれて、で、ハルスにして、で、ボタンは消しますと。なので、ショーボタンを、部分を、はい、トゥルー。はい。こうですね。こう書くと。で、もう一回、ビルドもそこまで気になるほど時間もかかん、まあ、結構簡単なアプリだから、まあそうかもしれないですけど、まあそこまで遅い感じは、はい。で、こんな感じでなりますと。今回、起動がすごい早いのは、
こちら使ってるのが、Mac の、OS X だからっていうことで。そうですね。あと、まあけど C シャープだからそれなりにあの C というか、あのやっぱコンパイルは早いと思いますね。他の言語、うん、あの動的な言語に比べては。それ静的でも、あのそのコンパイルする前にエラーみたいなのも入ってくれるんで、なんで、やっぱ早いと思いますね、そこら辺は。サクサク動きますね。はい、まあ、シミュレーション自体はまあ Mac 使ってるんで、そのまま。そのシミュレーター使ってサクサク動きますね。はい。はい、では、まあ、そんなところで、はい。はい、短い時間でしたが、はい、はい。こんなところで、ザマリの説明終わらせていただきたいと思います。はい。また、機会があれば他のもどんどん紹介していくんでね。はい。お楽しみに。お楽しみに。はい、では、さようなら。さようなら。